ちは、こもさん、こもりやすのりです。ちょっと音の環境が悪いかもしれませんが、できるだけ大きな声でお話しさせていただきます。この後ろのエアカーテンを通りまして、ホコリを全部落として、このような清潔な格好で入ってまいりましたのが、姫路市にあります食肉地方卸売市場です。去年も牛の一頭買いをさせていただきました。競りで、金賞を受賞したという素晴らしい A5 ランクのお肉を一頭買いいたしまして皆さんに買っていただきましたが、今年もというのでご縁がございまして、去年は加古川の市場でしたが今日は姫路に来ております。明日実は競りが行われるというので、全国から優秀な牛が届いているんですね。はい、こちらちょっと見ていただきましょうか。このようにシールドの状態でずらっと牛が並んでおります。でその、競りは明日行われる、その準備が進んでいるんですけど、もう百何十本の牛がおりますが、今回は私、先週行かせていただきましたクヌギ座牧場というですね、淡路島にございます牧場、そこで、飼育されています淡路和牛ですね。はい、とても品質のいいものを作っていらっしゃるところでありますけども、それを競りではなくて今日見させていただいて、直接仕入れすることができるということになりました。ありがとうございます。ご覧のようにこちらの部屋にもずらーっと並んでおります。はい、中にいますと興奮はするんですが、さすがに寒くなってまいりました。はい、でこういったですね、お肉を皆さんがチェックをされて、で、明日の奨励会が行われるということであります。ちょっと見ていきましょうか。こっちを見た方がいいですかね。はい、骨の断面のところが見て取れます。このこういったところを見ると、あ、これはいい牛だなとか、あるいは交雑牛だなとか、いろんなことが分かるわけであります。一部はこのように、切ってありまして、肉の品質をチェックできるということですね。これは去年加古川でもございました。チェックいただきました。さあ、そんな牛ずらっと並んでいる中から、今年私が買わせていただきますのがこちらでございます。クヌギ座牧場の、はい、お肉ですね。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、これクヌギ座牛、この前見ていただいた牧場で牛が来てますんで、内容すごいいいものになってますんで、はい、一回、はい、見ていただきたい。どういうふうにいいのか、はい、今日はね、マルプの社長にも来ていただいておりますが、はいはいはい、今日は一つはもう一番わかりやすい肩こぶです。はい、これだけ差し出てます、ね、ここの部分、これがロース出てます。はい、それと私現場でこの牛は骨細いですよ言いましたでしょ、出てますよ、もう骨細いですよ。骨あれへんやん、これ枯れてしまって、はい、お肉がいっぱい詰まってて、そう、肉がいっぱい、骨が薄い、はい、ぶどまりがいいということです。なるほど、当然この骨は外してもらうわけなので、普通の骨に比べたら薄いでしょ。はい、薄いです。はい、他のところどれっていうとあれなんですけども、やっぱりそれは比べたらですね、あの、まあ、そういうことですよね。はい、やっぱり、はい、この骨の具合が、それと一つはこの牛脂、はい、これが少ない、はい、これが、はい、他と比べられたら分かると思うんですけど、はい、この部分、そう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 、はい、それからこっちの、そうでしょ、手が入るんですよ。はい、この中に全部ひっついとるんですよ、牛脂が。はい、いうことは丸々肉を買ったみたいな感じ。それだけ効率がいい、そうです、ええところが取れるということですね。要はいらんものが少なく済んだと、はい、これが一つです。はい、それと骨細い、サシが出てる、
そしてあの切ったところがありますよね、はい、切ったところから見られるようになりますよね、はいはいはい、切ったところはここです。はい、はい、方向の部分ですね。はい、はい、これは部位でいうとどの辺になるんですか。これは今映してる下の方が肩ロースです。はい、それでこれがロース芯になりますよね、はい、だからかぶり、これが一応腕のところになりますから、ここが一番美味しい上カルビ。はい、はい、なるほど。このあたり見ていただきますとお分かりいただけると思いますが、塩さん見ても分かるんです。そうですね、そうですね、はい、はい、あのやっぱりメニューに書いてある写真がこれですよね、はい、そうですね、はい、うわ立派ですね。これであとは熟すまで置いておきましょう、はい、しばらくね。はい、大体どのぐらいですか。来週に一応骨抜きです。なるほど、今日は金曜日ですから、はい、これ処理したのはいつでしたか。これはこっちが今週火曜日ですね。火曜日、はいはい、で、はい、重さが、まあ、右と左で若干違うんですが200キロ余りですので、はい、両方合わせると、はい、420キロになります。まあ、420キロ、はい、まあ、これは骨ついた状態 で、はい、でホルモンとかは取った状態でということなんですね。はい、立派な牛を今年も買わせていただくことになりました。なりました。はい、まあ、メスですから絶対美味しいでしょ。あ、メスですね。はい、そうですね。はい、メスというところにこだわってある牧場でありますし、はい、しかし大将、あのその世界経済が動いてきたりとかして、はい、物の値段も上がっている、餌の値段も上がっているっていう状況はありますよね。あります。お肉の業界は値段も上がってます。うん、すごい高騰ですよ。はい、もうバブルみたいなものですよ。なるほど。はい、あの海外からの、ね、インバウンドの人も多くて、いっぱい出てます。ねえ。だから今売れてるのが神戸ビーフのロースヘレが特に足らないということで、すごい値段ですよ。それはこの天野君に聞いてもらったらよく分かりますね。もうここからはあれですよ、あの世界にも輸出されているんですよね。もちろんです。この姫路、はい、和牛マスターからいろんな拠点に行きます。あの、まあ、ヨーロッパ行きますし、はい、アメリカ関係も行きますし、で最近始まったサウジとかも行きますし、はい、香港、タイ、もちろんいろんなとこ行きます。そんな世界が注目している日本の和牛の中で今回ご縁をいただきましたのがこの乃木座さんの黒毛和牛、淡路和牛でございますので、どんな風にね、どんな自然の中でっていうのはもう前回見ていただいているんでお分かりかと思いますが、さあ食べてください。立ってください。ちょっとまあこれ一本で見るとなかなかの迫力かもしれませんが、ちゃんと中山社長が、はい、食べやすいようにセットをしていただくということでございます。以上、姫路の地方食肉地方卸売市場、明日の競りのためにですね、全国からもう本当に、100本以上の和牛が来ております、牛が来ておりますけれども、その中でもこちらを買うということになりました。どうぞ皆さん買ってください。よろしくお願いいたします。